昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。なんか4番さんが死んじゃってますね、これ。まあ、やるんだったら、まあ、一応僕は発言しますけど。あ、カクカクさん、まあ、この1なんで、ムラスラとか絶対やめてください。なんかディガールムラスラならいいじゃんって言ってるけど、いやディガールムラスラをしてくる人外だっているから、うん、どうしてもしたいって言うんだったら、発言できる人がやって、なんか盤面でしか死ん取れない人はやらないでくれって思っちゃう。なんだこれ。まあ、初週は僕は単体精査でいきたいと思います。ライン精査っていうのは、みんなの発言がどんどん濃くなってきてからだと思う。って感じで、あと、なんか露骨に黒くなりに行くような人って俺あんま好きじゃないな。スムラだったら釣りたいって思っちゃう。はい、人狼っぽくないようなおかしな行動してる人も初日だったら釣っていきたい。戻ってきた。生理位置だと思ってる。はい、6番さんどうぞ。6番さんどうぞ。6番のプレイヤーが発言します。はい。現状5番さんに関しては結構白いと思ってる。その理由って、まず5番さんに関しては、ムラスラはしないでって、あの発言？あと、黒くはならないって、あの5番さんの発言がすごく白かったんだよね。5番さんが狼であれば、なんだろう、要はその、黒くならないでちゃんと提示してるところがすごく印象良かった。俺もやっぱりスライダー絶対にしてほしくないです。特にムラスラね。いろんな考え方もあるのはわかるけど、ムラスラってやっぱ結局濁ると思うんだよね。で、例えばスラして一覚させたから俺死んやろうとかそういう主張してくる人結構いるのよ。で、そこは白く、人格が白くなればそこでも名はいかないよね。だからそういうことしないでほしいです。現状5番さん結構白目に見てます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。5番さんすごく印象が悪いかな。うん、無駄なことを結構喋りすぎかなって思ってる。逆に5番さんがどういう人を黒で見るのか思考開示はしてほしかった。色付けができないけど、6番はなんかね、普通に5に白いって言ってたり、6番も無駄なこと話しすぎないよね。5、6すごい印象悪いなって思ってる。5番さんスタートで5、6どっちも占い師なしね。4番さん、占い師さんはグレー考察をしてほしいって思ってる。あの、対抗がどうのこうのじゃなくて、対抗な、何、対抗に触れんでいいから、グレー考察。できれば占い師視点で、どこか白浮きは1個は作ってほしいって思ってる。5、6色落ちないから、霊能は1周目から出てきた方がいいんじゃないとは思ってる。8番のプレイヤーが発言します。俺はね、霊能者も占い師も2週目でいいと思うけどね。霊能者も占い師も俺は2週目でいいと思う。1週目から出ちゃうとちょっと人外が囲いやすくなったり、いろんな場面、全人外の死とかもないんで、俺は霊能者も占い師も2週目でいいと思う。5、6、7だと現状6番さんがハキハキと喋ってて、6番さんが最白かな。7番さんに関してはね、5、6黒塗りして、5、6SG1 にしたいのかなっていう感じがあるんで、現状7番さんが一番怪しいかなと思ってる。霊能者と占い師は2週目に出た方が自分はいいと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。はい、なんだろう。なんか、5番さんが、まあ5番さん結構いい気概でね、そういうなんか、単体、なんかスライダーみたいなことを言って、で、なんだろう、6番さんは結構なんだろう、そこで白いって置いたのが、ちょっと違和感を感じたかな、早すぎるかなと思ったかな。だからまあ、5、6ロールはないかなと思ったけど、6番さんがその白置きはちょっと早かったなと思って、で、7番さんはなんかその、5印象悪いって言ったけど、別に印象悪くはなくねって、その、普通に、なんか、めっちゃ目立ったことも言ってないし、普通の進行だと思うから、そこで、なんか7番さんは5印象悪いで、それでプラスして6印象悪いで言ったのもちょっと気になったかな。だから、5、6、7、8だったら7が結構気になる。で、8番さんは、なんだろう、
まあ、はっきり喋ってから6番さん再生っていうのは、まあ、よく分かんなかったけど、まあでも、喋ってることはまあ普通だったから、まあ、8番さん2周目かなと思ったかな、自分は。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、一緒にお願いします。役職しようない。5、6に関しては自分も印象いいですけどね、ムラスラされると考察鈍るんで、やめてほしいなっていうのは自分の願いですけど、まあ、そうですね、例のもらないもに2周目、まあ、それはそれでいいかなとは思うんだけど、なんで7の印象が悪いかな。そうだね、9の言う通り、6の5の白浮きは早いかなと思うかな。その点では一番9番さんが印象いいかなって感じかな。そうだね、占い師は役について触れてほしいかなって思います。うるせえさもしてほしいんだけど、特に役について触れてほしいかなってところだね。まあ、そんなところかな。まあ、雑な黒塗りはやめてほしいですね。はい。人狼が黒く塗ってると自分は入るなっちゃうので、雑な黒塗りやめてほしい。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。よろしくお願いします。そうですね、やっぱり7番さんの5番さん、6番さん叩きっていうのは、前の、お二方もおっしゃってたんですけれども、ちょっと雑かなっていうふうに思いましたね。無駄なことを話しすぎとか、無駄ではなかったと思うんですけれど、確かにムラすらやめてっていうのは、盤面が濁る行動だからやめてというムラ視点の発言だと思いますし、なので、ちょっと7番さんを気にして見ておきたいなというふうに思います。そのぐらいですかね。あと、これは1番さんもおっしゃってたことなんですけれども、8番さんのハキハキ喋ってるから、6が最初っていうのはちょっと早すぎるんじゃないかなっていうふうに思いました。ハキハキ喋ってる人狼さんもたくさんいると思うので。あとは、そうですね、占い師さんは対抗に触れるよりもグレー精査に時間をかけてほしいなって思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。今回、1周目ではしないようなことの雰囲気なので、今回はちょっとやめておきます。どうしたらいいのかな。もう占い師さんの対抗で今まで精査することが多かったので、占い師とか霊能が出てきてから精査が始まるんじゃないのかなって私は思ってたんですけど、千葉さんが2週目からお願いっていうのはちょっと逆によく分かんないなと思いました。で、皆さん7番さんとかは印象悪いみたいに言ってたんですけど、別にそうでもないかなというふうに私は思ってます。これ3よろしくがお願い何しやろ、ます。強靭4か番な。のプレイヤーが発言します。はい、私が占い師で1番さんがランダムで白と出ております。で、平和村とは言いませんよ。俺の予想だと8が多分出てきて6白っていう結果を出すと思ってます。この理由は8番さんってクソみたいな雑理由で6番さんを白くしてたじゃん。それを布石だっていう理由で治療していくんじゃないのって思いますけど。で、人外か、まあ、人狼か狂人かっていうところなんですけど、それはまだね、どっちかっていうのは分かんないですけど、多分バ人レ狼ですてね。る。だから、その潜伏みたいな話したんじゃないですか。でも俺、理がないと思ってるんで出ました。で、分かってるからこそ、こう言っておきますよ。で、騎士と霊媒師に関しては、5番さんの時点で、まあ、霊媒師に関しては出てほしいんですけど、騎士は盤面上3人になる可能性もあるので、騎士はその2、1番面だったら出てほしいんですけど、そうじゃない限り、まあ、1番さんが騎士の可能性もあるので、俺的には潜伏してほしいから。で、グレー精査なんですけど、正直グレーの位置が広すぎるんであれなんですけど、正直3番さんとかがスラスポジなのに全然精査伸びてないなってところと、7番さん殴られすぎじゃねって思う。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。4番近くでいいのかな？本当だ、4番の予想当たったね。そうですね。48の精査に関しては、まだ分からない。私っていうのも、8番に関しては進行自体は結構人外不利な進行を唱えてたから、人外じゃやりにくいっていうのがあるんだよね。で、4に関しては、
ここまで潜伏してる流れだったら別に潜伏して全陣外露出って場面も狙ってよかったと思うし、まあ、4番が陣外だったら結構占い師って陣外視点では結構わかると思うんだよね。それで8番が占いで出てくると思って先に新芽勝ち取るために出てきたかっていうのがあるんで、今日の釣り位置は2番あたりでいいんじゃないかな。さすがにそこでちょっと乗っかり位置だと色が落ちないので、7に関しては僕は2周目だと思ってますね。結局印象悪いっていう精査で、まあ、視点が違うだけなので、はい。なんで黒いとは言い切れないと思います。だからこそなんか多分4強の3浪かな、あたりの逆等に感じて、まあ、最終乗っかり位置の2番っていうのを提示しようかな。俺3に関してちょっと何言ったか僕は覚えてません。はい。っていう感じですね。はい。6番さんどうぞ。6番のプレイヤーが発言します。これ、むずいな。そう、俺も気になったんだよね。8番さんが俺に対してハキハキ話してたから白いって発言、どっちかっていうと結構ネットで話したからなんでそこ白いって言ったのか謎だったけど、ネットに、いやでも新浦だったらそのフラグ作っちゃいけないと思うな。それ絶対透けると思う。雑な白置きしちゃうと絶対に人では潜伏メリットそこだよね。人外の占い師が自分に白をかぶせる時のメリットだから、ちょっと八番さんの俺白置きが、でもそれをするときの陣外だったときメリットは8号陣道だよね。俺が5番さん最初白いって言ったから8番さんは俺に対して白置きするっていう観点。ただ8と4の占い単体精査であればちょっとまだわからないかな。グレーに関しては7番さんの意見は 7番さん自身の意見だからいいとは思う。俺も結構みんなから7番さん叩いてるから7の狼ってないと思ったのよ。例の出てね。まあ3と4が若干変わった。7黒起点だったとか3か4にいそうな気がするけど、7番さんの意見って別に狼であればあそこ5、6って多分殴らないよね。あそこ殴っちゃうと結構ヘイトもらうから、7番さんって結構白いと思って、あって共鳴の動きなんじゃない？ねえ、何もないの、すかしたし。ただね、釣り引きむさりな。7番。のプレイヤーが発言します。霊能が出る前に精査したいなって思ってる。霊能はもう勝手にして潜伏の利がないと思ってる。9番さんが一番不当に感じたかな。俺殴りは2っていうのは、まあ、俺に対して気になる発言ってとどめたよね。1、2は便乗じゃけど、9番が一番不当だったなって思ってる。俺5に対して、黒くなる人は釣っちゃうみたいな5の発言言ってたんだけど、じゃあ5がどういう人を黒い発言をする人は釣るみたいな5番言ってて、いや当たり前じゃんって思って、5番がどういう思考開示で黒を見るのかっていうのを言ってほしかったって、俺正当な殴りだと思ってる、5に関しては。それを9番は俺に対して無駄発言だからどうのこう、そこで俺そっちよりもその理由で殴ってはないよね。9番さんアンサーちょうだいね。俺占い師圧倒的4が真だと思ってる。1白は消せないと思ってるけど、4番が1白って言うんだったら1白なんじゃろう。で8番人狼軸で8の気候をさ、誰も9123と言わなかったから、俺、923から釣り、なんか、2周目の発言聞いてから釣りたいなって思ってる。8番のプレイヤーが発言します。はい、潜伏してました。6白です、6白です。占い3仕様も狙ったし、最終発言の4番さんから、占い仕様がなければ、強靭がないから4番さん釣りを、避ければ強靭めも釣れるんで潜伏してました。俺7番さんから疑われてるけど、7番さんあんま釣りたくないかな。結構便乗されて7番さん釣りをされてたんで、
俺4番さんも3釣りたがってたけど、自分もちょっと3番さん釣りたくて、なんか3番さん占いしようするような布石打ってたんだよね。なんか占い師は2週目に出るんでどうのこうのっていう発言したから潜伏しましたみたいな可能性を追ってたんで、俺今日3番さん釣りはみんな飲める。4番さんも3釣りは飲めるよね。4番さん目線も3番さん対抗で出る布石は多分見えたと思うよ。だから今日3釣りが、しかも3番さんって誰白い誰黒いっていう一切発言なくて、占い師はちょっと8番さんが2周目出た方がいいみたいなんでって言ってたんで、今日は3番さん釣りがいいと思う。どうだろう、白いとこどこだろうね。多分4番さんが人狼の時は7ないと思ってて、明らかに4の新芽上げないことと、多分7番さん釣られそうな位置なんで、それだったらもう7白打たないとダメだと思うんで、俺7の狼はないと思う。あって今日だと思う。自分は3番さん行きたいです。9番のプレイヤーが発言します。まず、7番さんなんかアンサーしてって言われたけど、どういうこと？黒くなっちゃう人は釣るっていう視点で5印象悪いって言ったから、あ、気にしてね。うわ、当てなくていいけどね。待って。その1点でしょ。どうなんだろう。不当なのかな、わかんないけど、でもなんかそこで印象、なんか普通のこと言ってたように聞こえたから、俺は印象、別に、なんか、なんだろう、だから7番さんが5印象悪いって言ったのが意味わかんなかったってことですね。ちょっとこれは書いてなってるから。で、結構、なんだろう、7番さんって結構、なんか釣り位置投げられてたから、なんか、人外だったら、多分囲われると思うから、7って結構メラメかなと思ったかな、この盤面上ね。で、まあでも、なんだろう、2、3が結構発言伸びてなかったから、囲わなくてもいいかっていう線もあると思ったけどね。だからまあ、でも2騎士でしょ。で、そうだよね。で、なんだろう。結構気になったのは5番さんで、5番さんってなんか、4に潜伏すればよかったんじゃないって、そのうちでって言って、で、なんか、4、8結構審議つけなかったから、なんだろう。4に若干ヘッド向けたから、なんだろう。なんか、4、5のラインとかありそうかなと思ったかな。あるならね、4狼だった場合には4号あるかなって。で、8狼だった場合は結構86あるかなって思ってて、なんか6番さんも結構なんだろう、なんか8に投げてた感じしたから、なんかあるかなって。で、8、7ってないなと思ったのは、8は結構7白受けしたからないかなと思った。で、2番さん結構ビンドいちゃったから怪しいんだけどね、俺。けど、まあ、騎士だからね。で、3番さんはまあ、発言伸び次第あれだけど、まあちょっと今日の釣り位置かな。あ、でも3番さんって霊能じゃないの。1番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。そう、霊能なんです。霊能が気になったんですよ。8番目線って役に何も気にならなかったなって率直に思ったんだけど、7ローはないと思ってるんですよ。あんなヘイト買うような動きしないだろうって、あんな目立つ動きしないだろうって普通に率直に思ったんだけど、で、9の5の殴りがちょっと不可解だったんだけど、8って別に1周目の発言、占い出てないし、精査できるって率直に思ったんだけど、4と8だったら、まあ4のね、1周目の発言で、まあ8戦くらい、そこら辺当てたらすげえなと思って、まあ、新芽上がるわけじゃないんだけどね、単純にすげえな、考察伸びそうな人だな。もっと発言期待したいかなって思って、たところだね。まあ6くらい決まりも、そうだよね。で、9はやっぱ印象良かったんだけどな。6が5の白置き早いよっていう、そこの発言は別に印象良かった。これ4番霊能じゃねえやろな。9印象悪くなるかなと思った。やっぱツリーちゃん 2,3 で思ってたんだけど、すごい便乗いちゃって、3番に関しては2周目に出るのなんでって8番さんに問いかけたぐらいしか印象に残らなくて、3釣りでいいと思うよって思ってる。そんなところかな。自分は3釣りだね。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。3番さんはおそらくなんか前回のターンで出るか出ないかみたいなのをちょっと気になさってる様子だったので、まあそうだと思うんですが、3番さん何か役職あるのであれば、あ、ユルファーさん誕生日なんだね。いた方がユルファーさん誕生日おめでとう。
なければ申し訳ないですが、3番さんかなと思います。で、さっき私もちょっと便乗であれだったんですけれども、7番さんを疑ってしまったんですけれども、7番さんって初週で対抗に触れずにグレーに時間かけてほしいっていう発言をしてるんですね。それも私も思って言ってたんですけれども、これだけ叩かれる人狼ってちょっとないかなって、ちょっと筋が通ってないかもしれないけれども、そうですね。で、占いの真偽に関しては4番さんを真に置いてます。で、8番さんは初週で7怪しいって言った後に7さっき釣りたくないとおっしゃってましたよね。あ、そっか、流れが変わったのか。3番さんかな。3番。面白いね。8、2週目で見て2、3釣るんや、ね。初週の発言の後に2週目聞いて発言が変わるっていうことはあると思います。一応役職は騎士使用します。2番さんも使用してるんですけど、このルールだと2人ダメだと思うんですが、そうすると2番さん角黒かなというふうに私は見ています。で、占い師さん、霊能師さんだったら見てもらっていいと思うんですけど、4、8の精査でいけば、私1周目の8番の気候については触れたんですけれども、8番霊能だった、占いだったから、紙使用しなかったんだなということで、納得して、まあ1周目の発言を聞いた分に1周目2周目の発言を聞いた分に8番さんの方に納得しているので、今日は4番さんに入れます。今日は4番さんに入れます。4番のプレイヤーが発言します。もうこんなのさ、3番さん偽スケスケでしょ。で、強心じゃないの、8番さんローじゃないのかって思うけど、その理由としては8番さんって3番一歩指定してるけど、その理由っていうのが共鳴を負ったからじゃない。で、3番さんに出ろって促しているしか思わなかったけど、で、3番さんっていうのはさ、なぜ釣り地になってから今更ながら騎士使用したの。2番さんって釣り地になってませんでしたよ。なのに騎士使用出てくれたんですよ。で、8番さんっていうのが面白いのが、7番さん白いっていう考察を2周目でしたのに、白1ってどこなのかなとか言い出しましたよね。俺は7番さんか9番さんのどっちからかにいると思ってますよ。その理由としては、8番さんがわざわざ6囲うのかなっていう点で、9番さんって8、6で言ったけど、6番さんって8ぶったたいてるわけでしょ。2日目どうする気なんだって思いますけどね。で、まあ、あと言うならば、7番さんは俺がね、新芽だって言ってるわけでしょ。苦しむわけじゃないですか。7、8黒だった場合。で、7番さんって急に8番さん叩いたのに白置きして、それで7番さんは俺が新芽だって言ってるのに8番さん目線7白なんでしょ。だから7か9のどっちか。で、村使用して。これもう2は貫んでいいやろ。霊媒師勝手に白みたいな言った7番さん。で、9番さんと1番さんは霊媒師出てくれって言いましたけど、その時点で透けてるんだから、出てくれっていうのが普通じゃないですか。だから俺は5番さん釣りだけは飲めませんでしたよ。で、3番さんと2番さんだったら3番さんは釣り地になってから出てきた。なぜ2番さんが出た段階ですぐ出ないのか。で、あなたって8番から言われてたけど、興味ありますねって言われてたわけでしょ。なんですぐ役職だったら使用しないんですかね。1番面だったら俺は出ろって言いましたよ。で、俺は8の相方っていうのは7か9って言ってるんですけど、6番さんが黒だった場合は結構やらかしなんですが、俺は見たくないですね。はい。全プレイヤーの発言。私が悪人ですって？これどこ占い1囲ったかな。1も結構釣り1だなるからね。1がなるかな。7が8？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。これ7、今日かな。すいません、ちょっとなかなか信じてもらえなくて、困ったな。4番さんが黒なので、4番さんの相方を村の人は見ていてほしいなと思います。3、4やろこれ。今のところ誰なのかな。4、9あたりでは、私は見てます。すいません。夜が更けました。人狼占い師の方は
私はただの石、私はただの石、私はただの石。サンクロ出たらいいけどね、サンクロ出たら占った対象は人狼ではありません。あ、やっぱ白か。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。すべきものでは6番7番のプレイヤーが発言します。これをびっくりした。俺6番人外硬いなって思ってるから。ああ、三四郎か。あの6番の収集の発言で謎の5を白置きしたんよ。それ8番さんの理論で言うんだったら6も占いを匂わしとったんよ。だから8番は6ワンチャンかけて白を打ったのかなって思ってるけど、うん、3番強、強靭か。今の場面絶対48のランだと思うんだけど俺で、6が陣外硬いと思ったから8入れたんだけど、これなんなん、騎士ローラス流れしか持っていけれんじゃん。8番黒だ、あ、でも両目線9黒でも2が白だった場合9が確定黒か。9番さんのアンサーは結局俺と5に対してどう色付けしたのかなっていうのが聞きたかったかな。うん、8の相方で7はないって、なんか9番ライン考察しかしてない。8番のプレイヤーが発言します。うん、俺もう2番さんは釣る気ないよ。もうさすがに3番さんは対抗に出るのが遅かったし、占いに出る布石して出てないんで、もう3番は偽確定でもう2番は釣りません。で、今日9行くか4行くかなんだけど、霊能者が判断できるんで霊能者決めてほしい。別に9、俺7の狼は追ってない。さすがに47狼でさすがに4神目とか言わないと思ってるんで、俺9の牢硬いと思ってるんで4球人牢3強で追ってます。ちょっと2は絶対釣るのやめよう。1番さん隠しろね。1番さん占った理由は、もし7番釣りじゃなかった時って1番さん高確率で釣られる流れになると思って囲いに行った石を追って1占って結果白ね。もう2番さんは騎士使用して、あ、3番さんすぐ対抗出なかったし、3番さんって占いフラグ打って出てないし、2は絶対決め打ちね。今日はどうしよう。9行っていいと思うけどね。47人狼だったとしても、2を決め打てば縄の余裕があるんで、まあ俺が真勝ち取ればだけどね。9番さんはちょっとどこ狼で見てる？今日俺9釣りでいいと思うけど。9番のプレイヤーが発言します。え、俺釣りか、8番視点。ちょっと待ってね。いや普通に多分占いに狼出てると思っていて、で、なんだろう、でも確かに2、3で、そしたら7だけど、でもなんで8か7を白置くのが視点がよく分かんなかったな。いやでも7もなんかそうで、7視点結構俺狼硬いよね。で7ってなんか騎士ローラーしたいって言ったけど、あれやべ、絶対3の神明ないやろ。なんでローラーする必要あるねんって、なんかそこが気になってけん。そこ結構7の黒要素かなって思ったから、でも8、7だと露骨なんだよね。で、4、7やろ？俺、騎士に出てると思うけど、あ、でも3が、いや、まあ、これ追うとあれだけど、なんか3が、
残念心の二の狼っていう線もワンチャンあるから8、2とかって意外とありそうだなと思ったから今の発言で8視点あれでしょ、7白だったら俺黒ってことでしょ、その視点があるなら8人も見えてきたかなと思ったけど、ちょっとわかんねえな。正直占い審議わかんないけど、でも現状8かな、そう言われるとだけど、4の意見も聞いてちょっと決めるかな。でも岸ロラはない。今日占い決め打ちでしょ。1番のプレイヤーが発言します。うん、そうだね。あの、キシローラはないね。3出てきてちょっとびっくりしたんだけど、そう、そこは7と一緒だったんで、占い審査だと思ったんで、もう初日で。うん、カンディオンに行ったんだけど。からんな。でも、最初から7ローだったら、あんな目立つ動きするかと思って、ムラマジキしてたんだよね。あれでもだったらびっくりするわ。7、8、びっくりするわって感じなんだけど、やっぱそうつながってくると4も8、9につながるんじゃないかなと思うから、とりあえず9釣りで行こうと思ってる自分はね。まあ2は分からんけどね、これ2釣る流れじゃないと思うんだけど、たぶん9釣りだね。9釣りでいい。9釣って俺釣られても勝ちだ。そうですね。お二方、占いのお二方もおっしゃってるように、タイミングとかもろもろから見て、3番さんが騎士ではないのは明らかに分かっていただけると信じて、そうですね。私は8、9、ロー、ロー、3強人だというふうに思っていて、8番さんが今日は9かなっていうふうな発言をした後に9番さんに回ったのに、いや、フラットかなって9番さんおっしゃってて、そこって自分白だったら8番さん押したりしないのかななんて思ってしまって、いや、まあ、別に黒打たれてるとかそういうわけじゃないから、決め打ちはできないけど、なんかそこをもうちょっと疑わないのかなっていうふうに思いました。フラットっておっしゃってたので、そこが気になりました。今日は9番さんに、延長ありがとうございます。今日は9番さんでいいと思います。はい。そのぐらいですかね。以上です。すみません。延長していただいたのに。以上です。4番のプレイヤーが発言します。なぜこれで2番さんと8番さんっていうのがね、釣りじゃなくなって、今日が9の精査になるかっていうのは俺には理解できない。8番っていうのは7白いとは言ったが、1番さ白とは一言も言ってないんですよね、この人ね。だから1番さに黒打つ気まんまじゃねえのって思うんだけど、俺は9番の出現を拾ってないことに正直突っ込みたいんですが、2番さんもちょっとやらかし発言今出ましたね。3番さは強靭だと思いますじゃなくて、5番さんの結果が3白なんだから、あなた目線3強で4、8のどっちかが黒なんだから、8が黒だとしたらなんで9黒塗りしてんだっていう視点にならないですか。で、9の出現っていうのは9番目線って8、7ルールだったらって言ってますけど、私の結果は7白です。だからなんでそんな寝ぼけた考察が出るのか俺には理解できません。だけど俺は9釣りは飲めない。なぜなら2番さんが強靭だった場合、9がもしローしかないんだけど、その場合ってのは PP じゃなくて8から9でラインが来た場合って締め脅されますから、ね、だから俺的には今日8釣りが安定なんですよ。だから今日は8釣るか、まあ安定進行を取るなら2なんですけども、2番さんの出現っていうのは今言った3強っていうだと思うっていう発言ね。それはおかしい。2番さんがローだったら出れねえけど、強靭なら出れますからね。で、今4、8っていうのが8がロー目が高くなってる。そのローが9番釣りてって言ってるから、まあ、8、9っていう線で追ってるんだったら俺は9釣り飲めるんですけど、俺目線は9黒確定ですけど、まあこれどうしたいのかなってところですかね。まあ俺9言っても全然構わないですよ。5番さんが9だったら俺9。9言って俺釣られても勝てるやろ。2強だったらこれやられますからね。これ7がさえ狼なけりゃね。なんか4番が黒く感じてきたな。これ4番の位置だったら3番強靭だって言うんだったら8番投票にするべきだと思うんだよね。4番の口から8狼で3番強靭目が出てて、で役が
出て欲しかったんじゃないかって精査があるんだったら、4番って釣り位置3ではないでしょ。8でしょ。で、クロステージもして欲しかったの、4番の位置だったら。俺は3番釣ったのは、単純に俺、占い釣りになると思ってたのね。だから、クロスで3番が僕護衛してっていうことで、一応、やったら、結構3に集まっちゃった。うん、4級に見えるな。4もちょっとして旗を起こしかけたと思うよ。9番村だったらあ、これ5噛まれるな。のライン切りだったらやられますよ。5噛まれて2か8釣りなら全然やられないじゃん。なんか、後半がすげえたどたどしかったか。これ、2歳釣らなきゃ勝ちか。7が狼じゃなきゃね。7ねえやろ。っていう感じで。さすがに。なら9番釣りでいいかな。これ4番でもいいか、4番でも9釣りで2最後の方の発言がめちゃくちゃくれ。あと投票行動もくれ。4が3番に行くメリットが感じられない。あと、8に叩かれた構図で9が4、8フラットに戻したのって、4球で8進で叩けなかったっていう線の方が俺見れるんだけど。まあいいや。9か4にしてくれ。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石、私はただの石。あれの構えにはもう護衛しかしてないやろね。5を噛まれて2が俺釣るやろ多分。さあ、うわ、7、2いったんか、これ7、2釣りそうやな、明日。追放されるプレイヤーは、9番、9番の遺言を発表してください。いや、俺で、すぐらないよな。いやー、3ね、3が、残念騎士だった場合は、PP やからな、これ。PP やろ。いや、でも、4は、あれもう明確に出現してるからね。4視点って、なんだろう。8、2色を追わない限り、9って狼だから結構、まあ、そうだね。その発言もおかしいかなと思ったから、明確に4は出現したと思ってるよ。9白だったら負けるの7黒って。だから8死んで4狼だと思うよ、俺。うん。だから、4狼の場合って、4、7だと思うよ、俺。うん。4、7で囲ったんじゃない ?2 日目って思ってますよ。で、そしたら強人が3の2が騎士っていう考察が結構しっくりくるから。これ9が白なら負けだろうね。7に黒打っても多分俺釣るやろ。だと思いますよ。日本は明確に出現したから、ね、そこ拾ってくれれば勝てますよ、皆さん。はい、明日4行きましょう。4、7釣りって終わりです。以上。夜が更けました。人の占い師の方は、夜のアクションを若者よ七白で会ってくれ。なんかやっぱ初心者いると2周目出ちゃダメか。七白七白占った対象は人狼では。ああ、よかったよかった、やっぱ七白だ。うん、勝ちやろこれ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、7番のプレイヤーが発言します。視点更新すると23が新居の内訳なのかなって思ってる。23が新居の内訳なのかなって思ってる。だから6が見て。6番って俺結構怪しいと思ってたんだよ。だから6番を素直に噛めたって思ってるから。2を真決め打ちして、48ローラーって名はあるんだっけ?あるね。うん。9黒確定で2真決め打ちで、84ローラーでいいかなって思ってる。で、4番さんの、9黒確定っていうのは俺も失言だと思う。でも8番さんに1個質問なんだけど、8番さん2周目 CO でいいって言ったじゃん。それって人外りしかないんよ。
村の考察一切伸びんし、8番さんの占い値って正直困ったと思うよ。つけ、1白しかなかって、1を占うしかなかったと思うよ。8番さん、なんで2周目って言ったん？それ人外でしかないと思うよ。村の考察が伸びないから。これ考察のゲームだと思ってる。8番さんは行動が人狼だと思ってるし、4番は発言が人狼だと思ってる。以上。8番のプレイヤーが発言します。まあ、7番さんと他の人にもしっかり聞いて、2周目に出るメリットを言うね。まず、人外が自分の後半から出る。人外が占い使用して8に白を打つ可能性あるよね。超人局って占いに狼がほぼ出るから、例えば1番さんが占い使用8白、4番さんがもしかしたら俺のフラグを聞き逃したら8白を打つ可能性があるよね。そうなった時盤面的にめちゃくちゃ強いのよ。で、しかも占い3使用になったら霊能者初日グッジョブで2グッジョブも狙えるよね。そういう意味でも俺は3使用も狙ったってことね。で、もう4番釣りで終わりね。4級人狼3強絶対もう2番3死んで決めよってば勝ち確だから、7番さんとか1番さんも2番さんもロックしてたけど、2周目に出てきた占い師が偽じゃないから、自分は全人外露出狙ってました。霊能者に関しても2周目に出たっていう理由は、霊能者に狼出ることもあるよね。そうなると初日から全人外露出ってめちゃくちゃ村有利だから、俺はそれも狙ってたね。だから今日は48の欄でいいよ。7番さんロックはやめてね。もう2決め打ちなら勝ち確だから。94人狼の日進3強。3番さん偽の要素は、占い師出る布石して結局出ずに2番さんの対抗ですぐ出なかったとこ。3は強人決め打ちで4ローです。今日は4番さんに行ってください。1番のプレイヤーが発言します。はい、もう2は死んで僕は決め打ってます。48ローラで勝てると思ってる。そうだね、別に8番さんの行動不可解になってもなかったけどね。7番さん、まあ気になったのは霊能とか騎士に何も触れなかったって、まあ一周初日でも言ったんだけど、何で触れなかったのかなって、そこが率直に気になった。4から入れますよ。4。終わらないければ8。8って、しょっぱな急釣りだもんね。ライン切りとは思わないけどな。正直そんな考察しか飲みません。4入れます。2番のプレイヤーが発言します。そうですね。ライン切りには見えないっちゃ見えないんですけど、まあ捨てきれないですけど、ローラーで勝てるんで、まあ私も4から入れようかなと思います。変にばらけてもあれなので。4番のプレイヤーが発言します。いやだからね、これでほらこうなったじゃん。で2番さんが強だとしたら3番さんっていうのがね、やべえことになるんだよ。で普通に考えたら3番さんっていうのが、じゃあ新目取れてない強だとして、じゃあ2番さんっていうのはずっと噛まれずに残ってるわけでしょ。で2番さんっていうのは8が偽って思ってて、急に9黒って言って8番さん目線ってさ、1隠し色にしてたんだけど、7番さんと俺っていうのをつなげようとしてないけど9だって言ってんじゃん。それってさ、ローだから見えてんじゃないの。だから何かにつけて7番さん白いとか言ったり、3を黒いって言って俺が3って言ってんのに3だって言ったりしてんのにさ、これで俺から行かれたら PP で負けるでしょ、2番さんが強だったら。で、俺2番さん白だって、ね、まあ2、3でローだ、2番さんがローだったら出れないけど、強心だとしたら仕事するためには出るよね、釣り地になってないけど。だからそういうところも精査してるんですけど。で、8番の死ってどこにあるの ?3 番一方指定してさ、俺が初週で3番のおかしい発言っていうのが精査伸びてねって言って、3強だって釣ろうとするんですか。全プレイヤーの発言が主、その疑いにはどんな根拠がある。まあ7が4入れてくれたら6は外れたってことだけど、7番さん6は外れたかな。あ、6外れたんだ、よかった説得して。投票が終了しました。
追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。強人さん、ちゃんとやってくださいよ。よかった、合ってた。嬉しい。釣られたもんな。いや、これは人狼き厳しいと思うよ、2決め打ちは。いや、3出るなら霊能の方が良かったんじゃない？アンプで。それだってさ、全然やってくんねえんだもん。マジ？いや、あれ出れないよ。だって占い出る布石打ってるから、もう霊能も出ても霊能決め打ちになっちゃうし、これはちょっと厳しかった。7番さん資料が分かったのが良かった。ありがとう。8番さんが分かりやすく説明してくれたから、ちょっと良かったなって思ってる。いやね、結構2周目に出たら2戦目終われちゃうんだけど、まあちょっとメリットもね、今後分かってくれるとありがたいです。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。